今ちょっとうちの横山みどり議員から久保田学議員ですね、ちょっとメールが来まして、この葛飾区の区議会議員の高木信明という議員がこんなブログを書いてます。ごめんなさい、区民をバカにされそれを我慢するのには私にはもう無理。3月3日付今年、今日3月の今日は日が明けて6日ですから、まあ2日前ですかね、今日まあ6日前、2、3日前に書いたと。このようなこれまでのようなさまざまな場で私高木信明はあえて敵を作らず仲良く助け合いながら区政に励みますとお伝えしておりました。ですがごめんなさい、私はこの方だけは無理です。同僚と言っていいのか分かりませんが、この前の選挙で当選した方々は会派が違っても、つまり考え方の方向が全く違ったとしてもきちんと話し合えばどこかで分かり合える、一緒に葛飾区政を変えられると思っておりますが、この方に投票した2954票、もちろん僕のこと言ってるんですが、3000人近くの方はきっと某放送局、これも某っていうか NHK ってかっきり書けよ、某放送局に嫌な思いをしていらしたのでしょう。そうでなければここまでふざけ切った態度を曲がりながらも区議会の第1回定例会で行うこの方に投票はしないのではないでしょうか。ごめん、俺なんかふざけた、ありえへんね。33年ご当選なされているので39の高木より高い評価ということになります。当たり前よな。まあどうせ誰がやったって癖なんか変わらないんだよというご意見を駅前で結構伺ってましたから仕方がない措置ではあったと思います。ですがそれにしても私にはこの方がきちんと癖と向き合っているとは思えない。したがって協力して仕事をしろと言われてもきっとうまくできないと思う。つまりこの方には私は信頼関係を築くことができないということを今回のこの動画の状況から感じたわけです。きっとたくさんの彼のファンからお叱りを受けるのでしょうから、私のこの愚痴にも近い記事は後日削除いたします。なんで削除するんだよ。政治家が一貫発したことはとことん貫けよ。どこからこんな自信が生まれるのかわからないし、ただただ驚くばかりですが、どっからこんな自信が生まれるのか。国民がさ、NHK から被害受けまくってるんだよ。葛飾区民も。こっちは命がけでやってんだよ。高木君、高木議員。まあ、年上だから高木議員って言うよ。この方と同じことを私がやったら税金泥棒と、後ろ指どころか町中から批判されて、政治家生命終わると思います。なんで俺がやったら税金泥棒って言われなくて、高木議員がやったら税金泥棒って言われるんだよ。その違いは何なんだよ。皆様この動画見てどんな感想を持たれますか。私は区民をバカにしてると思います。もう我慢できません。一般質問は重要で神聖なものに近い感覚があったので、括弧閉じ。ごめん高木議員、俺区民バカにしてるの。高木信明議員、俺の質問の内容を見てるんかよ。それはカメラに向かって NHK ぶっ壊してやったよ、パフォーマンスしたよ。でもそうしないとさ、多くの人が見てくれないんだろ。それでパフォーマンスして多くの人が見たときに、立花隆がむちゃくちゃなことしてるんだったら、俺税金泥棒とか街中ね、後ろ指刺されるよ。でも質問の内容聞いたんかよ。葛飾区が NHK と結託して、嘘の事実と異なる
放送受信契約を締結して葛飾区長青木さんがそれを今裁判してるんだよ。3月14日11時半東京市内で NHK と葛飾区が嘘の事実と異なる放送法違反の契約をしていることを裁判してるんだよ。で、俺が質問したことは、葛飾区の小学校、中学校のテレビ、教室のテレビ、契約なんかしてないんだよ。契約してないって課長は自白してるんだよ。でも NHK にデータがあるからって NHK の情報を信じて契約してるとかってあえて言ってるんだよ。でもそれは俺目つぶってるのよ。学校が遡って金払わなあかん受信料。そんなことをさ、葛飾区に刺したらさ、問題じゃん。教育次長とか、葛飾区の教育委員会どうなるよ。だからさ、抑えてるんだよ。その、どこが俺が区民をバカにしてるんだよ。意味が全くわからない。YouTube の動画の下にある感想を書いてる方々もきっと私とは意見があるのだろうと思います。彼これね YouTube 貼ってるんだ。これ あってこれ見ると立花隆の僕投げた動画を貼り付けとるんだ。もう33万9千回見られてるこの動画、どこに問題があるんだよ。問題があるんだったら何が問題あるかをはっきり書けよブログで。で何よりも消すなよこれ。何消そうとしてんの。政治家だったら一回公にしたものを消すなよ。俺さ、こういうのって一番許せないよ。こういうのって誰も見てないと思ってるんじゃない。自分の支援者しか見てないと思ってるんじゃない。あえて敵は作らず仲良く助け合いながら苦戦に臨みます。励みます。どっかに消す。これね、この愚痴も近い記事は後日削除いたします。なんで消すんだよ。都合の悪いことは消すのかよ。区民をバカにしてると思うのはそれは高木議員の感想だからそれはいいよ。だったらこれ置いとけよ。ちょっと寝る前だからさ、こんな格好してるけどパジャマだけどさ、俺さ、あまりにもこれに関しては許せないわ。議員として同じ葛飾の区議員として許せないよ。高木議員一回さ、一対一で話しない。何が許せないのよ。質問の中身、それとも態度振る舞い、カメラに向かって NHK をぶっ壊してやった、その、それだけのことを教えてよ、高木議員。少なくともさ、自民党会派の、あなたと同じ自民党会派の、ある議員には、素晴らしい質問だった、評価してもらってるよ。一般の人だったらここまで怒らないよ。でもさ、俺の方が年は下だけど同期だよね。で、ただ俺の場合は党の代表でもあるし、
船橋でも議員してたよ。だから政治家としては先輩だよ。だから感情、高木議員が思ったことについて書くのは自由。ただブログ消すなよ。それだけだわ。俺の電話番号080-2508-9347。電話ちょうだいよ高木議員。君さ、 NHK の問題について俺に話してきたよね。自分もスクランブルするべきだと思って俺に話しかけてこなかった高木議員。こっちはさ、命がけでやってんだよ。 NHK の被害者がどれだけいるか調べてんのかよ。葛飾区の区民に聞いて、 NHK からどれだけの高齢者の方やどれだけの若者とか気の弱い人が脅されて騙されて金盗まれてるんだよ、奪い取られてるんだよ。そんな市民の声、区民の声を聞いてるんかよ高木議員よ。なんで俺がやったら税金泥棒って言われなくて、高木議員がやったら税金泥棒って言われんだよ。高木議員が NHK の悪口言ったらきっと区民から評価されぞ。いやもうさすがにちゃんとやろうぜ高木議員。高木議員の電話番号知らないからさ、君の俺たちの同期の同じ自民党の今夜中の今12時だけどさ、電話したよ。なったけど、まあ出なかったけどさ、わかるよね、新人で同期会やったよね、酒飲んだよね一緒に。別に高木議員がさ俺のことを嫌うのは構わないよ、それは全然構わない。ただブログ消すのやめてくれよ。そして区民をバカにしてる、一回高木議員の支援者に聞いてみてくださいよ。このままだったらさ、こんな自民党議員がいるからインターネットでもこんなものからも金取るって今日言い出してるんだろ。命がけで政治家やってんだよ。政治家生命なんかどうでもいいんだよ俺にとったら。俺にとったら命そのものをかけてんだよ。それぐらいの思いで政治やってんだよ。それぐらいの思いでさ、俺 NHK 内部告発してさやってんだよ。どんな思いでさ俺が政治家してるか、そら高木議員には分からんやろ。もう俺こんな人が葛飾区の区議会議員してることがそれこそ区民バカにしてると思うよ高木議員。一回さ来てさ俺と一緒にさ YouTube で話しない、別に YouTube なくてもいいよ。俺こんなに残念に思ったことないわこの最近で。以上です。